シリーン地図 Google マップアソカドリードミニオン熊の話し飼い阿アソカドリードミニオンは熊本県阿蘇市にある熊を中心とした動物園である。2014年の阿蘇山噴火による影響や2012年の動物症後に動物が従業員に怪我させた事故等により入場者数が大きく減少したことで経営悪化し2016年3月25日付で 地域経済活性化支援機構に支援を申し出。取引銀行の熊本銀行と大阪府泉佐野市に本社を置くスターゲートホテルがスポンサーとなり経営再生を進める予定。カドリードミニオンのカドリーは英語で抱きしめたいほど可愛いドミニオンは領土、領地を意味する。したがってカドリードミニオンは抱きしめたくなるような動物がたくさんいるところを 表している。動物は、全100種800頭。世界のクマ7種類、約200頭が間近で見られるだけでなく、多種の動物が見られる。子熊を膝に乗せて抱っこしたり触れ合うこともできる。2012年現在では犬25種約60頭、猫16種28頭をはじめダチョウ、エミュー、ラマ、牛、ヤギ、馬、ヘビ、ウォンバット、カピバラ、ウサギ、 アヒルなどが100種の哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類が飼育されている。種類によっては餌やりも可能。施設内の広場はペット同伴でも遊べる。獣医師が在勤している動物園でアニマルウェルフェアに配慮されている。また、宮沢劇場では動物と飼育員、俳優の三者による動物ショーが観覧できる。中には、 テレビや CM で大活躍中のチンパンジーとブルドッグのコンビパン君とジェームズ君がいる。パン君も山椒園内にヘリ発着場があり、SGC、佐賀航空がヘリコプターで遊覧飛行を行う。この会社はアソスキー場にもヘリポートがある。北海道に生まれた現社長は上山系熊牧場に入門し、熊の生態を3ヶ月間学ぶ。創業者は 麻生の採石場跡地を選び、開発作業に取り掛かったが、着工時の1972から73年は、オイルショックのため資材が不足し、オープンが2ヶ月ずれたりした。ソロは当初、熊60頭で、はじめ、最高400頭まで飼育したが、他の動物を飼うきっかけとなったのは、園内の12支援混流だった。 ソロの十二支援は動物たちへの鎮魂や第二次世界大戦に創業者と共に、轟き戦車隊を積んだ輸送船が撃沈された際の犠牲者への鎮魂であり、また創業者の先祖は僧侶だったこともあり、ソロの真ん中に混流された。そして十二支援にふさわしいように、その周りに動物たちを配置するようになり、熊以外の動物も増えていくことになった。過去には、 育児放棄された虎の子を、メス犬が保育することもあり、話題となった。創業者は、触れ合い純度100%ということで、クマを中心に触れ合えることをテーマに、動物園を作っていき、開業以来、ずっとペットは入園禁止だったのを、1999年に、動物王国、カドリードミニオンへと名称を変更すると、ペット連れの入園を認める方針に転換した。 2004年から専属契約を結ぶ宮沢厚氏率いる宮沢劇場が集客の牽引役となり、全国放送のテレビ番組に出演するチンパンジー、パンクンやブルドッグのジェームズなどの園での動物ショーに多くの観光客が訪れ、2008年は入園者41万857名と、前年38万4176名を大きく超えた。 宮沢淳も参照2011年、ソノはトリップアドバイザーの口コミによる動物園 VS 水族館人気投票でランキング県外から一気に国内5位となった。その口コミは多くがテレビに出演したパンクンについてのものだった。ソノはテレビに出演していたチンパンジーのパンクンを同じく共演したブルドッグのジェームズと共に看板として用いている。 2011年にオープンしたカドリーシアターではパンクンやジェームズなど宮沢劇場の作品を上映し過去のパンクンを見ることができる。パンクン UFO キャッチャーやパンクンプリクラも設置されている。この他売店にはパンクンのぬいぐるみやお菓子関連グッズが多数売られている。また園内には2008年からパンクンバーガーショップが設置されている。 パン君のイラストが描かれたパン君バーガーというハンバーガーの販売が行われ、2009年9月には2店舗目も園内に開店した。このハンバーガー店の店員によるとパン君バーガーが当店一番人気メニューであると述べ、財団法人阿蘇地域振興デザインセンターによればパン君バーガーは大人気と紹介されている。パン君も参照また天才。 志村動物園などのテレビ番組が取材や撮影に来る。2001年4月21日から11月4日まで、園は5頭のスマトラゾウを展示した。ゾウのショーが行われ、入園者はゾウにまたがることができた。ゾウはインドネシアから期限付きの貸し出しであるため、半年ほどでゾウはいなくなった。このゾウの訪日は、 園ののスマトラゾウを救おうプロジェクトというもので収益金はインドネシアの気少動物の保護に使われた2003年園は再びゾウを呼ぼうとして許可を得たが動物愛護団体地球生物会議アライブの調査で輸入書類の不備がわかり経済産業省に抗議活動が行われ民主党の鮫島宗明衆院議員の国会質問などにより経産省が許可を取り消したため そのに、ゾウは来なくなった。北極熊のオス、父ちゃんは、国内最高齢として2010年10月3日まで、生存した。2ヶ月前の同年8月までは、豪快にプールに飛び込むなど元気であったが次第に、体調を崩し、推定30から31歳で生涯を閉じた。つがいのミス、母ちゃんは5歳年下で、父ちゃんとは寄り添って寝ていた。そのによると、父ちゃん死亡後、 母ちゃんは体調を崩していたが、2012年に持ち直した。人気のアルパカのオス、チャオをメインに据えた、日本初のアーグ体感ゲームイベントが2013年の春と夏の交絡シーズンに催された。このチャオが父親となった、園内初のアルパカの赤ちゃんが2015年8月22日、誕生した。子供の名前は公募で決まった、ハートで、チャオともども。 園内のお散歩体験が有料で、インターネット予約すると利用できた。阿蘇市では、トマトの生産が盛んであり、ソロの動物たちの餌にもなっている。その他の営業詳細は、外部リンクを参照のこと。阿蘇かドリードミニオン、熊本市阿蘇かドリードミニオンの位置トリップアドバイザーの評価方法、ランキングは、 トリップアドバイザーに2011年6月から2012年5月に投稿された口コミの星評価の平均、口コミの投稿数などをもとに独自のアルゴリズムで分析し集計したもの。カドリー2001スマトラゾウを救おうプロジェクトによると、この事業の収益金はスマトラゾウをはじめインドネシアの希少動物の保護事業に使われます。とある。の子は冬ごもり中に 巣穴で生まれるが、野生家では誕生日が確定できないため、ありがとうございます。